はい、こんにちは。今日はテーブルソーの切り子粉塵を完全に封じ込める作業をします。ここに手前側に切り子が相当取ります。これをなんとか処理しようと思います。テーブルソー粉塵封じ込め計画とりあえず終わりましたが、どうしてもここから多少出てしまうようです。この隙間からも出てるようです。角角のテーパーはよく働いているようです。こんな感じですね。封じ込めの結果、フェンスのロックに手が入りにくくなりました。これを改善しますね。これじゃちょっと使いにくいです。やってみます。このルバーに穴を開けまして M6 の全ネジを通しました。
くれつけようと思います。まずはん、楽しいですね。こんなもんです。ここはダストドロー。こちらが、うん、テーブル掃用の工具箱です。今日はこんなもんです。